真面目な話ですはい1945年にアメリカが日本に原爆を投下したことをどう思いますか本当に真面目な話ですね、こ <laughs> そうです。真面目な話です。<laughs> どう思いますか、うん、えっとですね、まあ、あの、難しいですね。これ、 僕はそのことを経験してないので、うん、何とも言えないんですよね正直に、うん、で正直な答えは何とも言えないですですやっぱりねうんまあただし何て言うんですかね僕の、えー、おじいちゃんおばあちゃん、うん、えは戦争を経験している人です、うん まあ、僕のおじいちゃんおばあちゃんはその頃子供でした、えー、と小学生ぐらい、うん、でまあ戦争を経験した日本人から話を聞くと戦争の話を聞くとあの皆さんおっしゃるのは食べるものがなかったって、うん、皆さんおっしゃいますね。うん そうですね。まあ、あのー、うん、今、日本はすごく平和なんで、あまり実感がないですけど、そうなんですよ。ね、世界中では今、そういう問題を抱えている国がたくさんあるんで、うん、まあ、僕は人事じゃないなと思ってますけどね。うん、まあ、戦争の問題と原爆の問題は、必ずしも一緒じゃないんですけどね。うん、あのー、まあ、要するに、 原爆を使うとう核兵器を使うっていうことだからあの普通の戦争とはちょっと違いますね、うんまあ、ちなみにあの原爆に関するコメントをもらっても返事はしませんのであのめ面倒くさいから <laughs> <laughs>、まあ、ただしあの少しでも興味がある人がいれば広島にある原爆資料館に行ってほしいと僕は思うんですよねうん,うん35万人が住んでる場所に 原爆を落とすとす何が起こるのか世界中の人にそれを知ってほしいなと思ってます。願わくばそれを使うべきじゃないと感じてほしいなというのが僕の意見ですね。なるほどね。なるほど。まあちょっとこの話題は炎上しそうなんで、はい、あまり広げない方が <laughs> いいと思うんですけど、まあ、ちなみに炎上しそうな話なんで、まあ、ついでにもう一つ。はい 炎上しそうな話をしたいんですけど,、はい <laughs> ど。どうぞ、いいですよ。<laughs> いいですか危ない話をいっぱいしたいんですけど。はい。はい、今、ケンさん、台湾に住んでますよね。はい、ああ、そうです。台湾は長い間、大きな問題を抱えてます。うん、そうですね。台湾と中国の緊張関係。アメリカのいくつかの報道機関では、 結構過激な報道がされてます。台湾と中国が、何て言うのかな。y o u t u b e なんであまりはっきり言えないんですけど、最悪な事態が起こるかもしれない。そういうふうに報道されているのが現状です。台湾ではどういうふうに報道されてますか 報道ですか、まあ、テレビとかニュースとかでですね。そうですね。えーっとですね。台湾の人たちは2つのグループに分かれているんですよ。うん、で、えー、っと、中国に、まあ、賛成派というか、えー、っと、親中派の人たちと反対派、中国に反対派。 の人たちがいるんですねでその、えー、と両者が結構意見を言い合ってるっていうのをよく聞きます。どっちの方がが人数が多いんですか、うん、あすいませんそこまで詳しくはわからないんですけど。<ー>ああうん。えっと、なるほど。まあただ、うん、えっと親中派じゃない人が政権を取ってるってことは。はい 台湾が独立国家だというふうに言ってる声の方が大きいってことでしょうね。うん、だと思います。それはそう感じます。うんはい、まあよく台湾人が言うのは台湾は台湾だって言いますね。うん、なるほど。まあ僕は民主主義国家に生まれて自由ある中で生活してるんで、うん、台湾の人には。 自分たちの力で自由を獲得してもらいたいなと僕は思ってますね。その僕が台湾人と、えー、こういう話をする時が時々あるんですけど、まあ、あの聞いてみると人によってすごいしっかりした意見を持っている人が多くてこれは日本人と違ってあすごいなって思いますね。うんうん ちゃんと意見をしっかり言う人が多くて政治に関心があるってことだと思うんですけど、うん、日本人は政治に関心がない人が多いっていうふうに言われるのは日本が平和だからですよね、うん、平和じゃなかったら政治を動かさないと安全が保てないからみんな政治に関心を持つんですよねうん、うんうん だから、日本人が政治に関心がないのは、悪いことじゃなくて、政治に関心がなくても、安全で快適な生活を送れるっていう証拠だと思うんですよね。